ね、うん、朗読ってさ、うん、自分の声を、うん、本当の自分の声をこう発見する、うん、一番有効な手段だような気がしてきた、うんうんうん、あのね、よくほら、うん、自分の本当の声をとかを知りたいとか、うん、本当の声ってどういう声なのかっていう問いがあるじゃない、うん、本当の声っていうのは我々社会生活を営んでるうちに、うん、ある意図とかある環境の中で、うん、自分の声っていうのがこう声とか喋り方というのが、うん、自分自身から乖離していくのね、うん、少しずつ、うんうん、で何か自分らしく喋ろうと思っても、うん、そこに思考が働くじゃん、こういうふうに伝えなきゃとか、うん、これを伝えなきゃとか、うまくまとめなきゃとか、なんかいろんなこう思考が働いてそういう喋り方になる。うん、その要するに考えに沿った喋り方になっちゃうわけ、うん、声も、うん、相手に届かせようとして、でそれは自分の声じゃない、本来の乖離してる自分だから、うん、ね、でも朗読っていうのはここに書いてあるのをただ読むだけだから、うん、そこに思考を介在させなければ、うん、介在させてしまうんだけど、普通はどう書いてあるとかどう伝えるとか、うん、その思考を一回手放して現代朗読的に自分の身体とつながって、ただこれを読むだけって言った時に自分の声そこに乗ってくる。でその時に、ね、自分の全体性から身体性という全体性の中から伸び伸びと出てくる声っていうのがその人の本当の声、そこにそこに行くのにものすごくいいツールなんや、朗読っていうのは。そうだね、ああ、うん、だからよくそう自分の本当の声、自分らしく喋りたい、自分の本当の声知りたいとか、うん、なんか自分の喋ってるのが自分らしくない感じがするとか、うん、そういう人は朗読やってみればいいと思うよ、うん、ただし現代朗読として、うん、身体朗読をね、うんうん